からスピード出すぎちゃう。納車して今10キロ10キロ走ってきましたね、約。でまず第一印象、エンジンスタートね、音がエロすぎると、もうやる気スイッチがオンされちゃうというかね、いい音だね。1985年からオートバイ乗り始めて、まあ、大学入ってからね、85年といえば巷ではまあどうかな、ローリング族とか峠族だとか、まあ当時はレーサーレプリカというね、フルカウのオートバイが出始めた頃ですね。通称ならもうね、どなたもご存知の NSR、TZR、ガンマ、川崎さんは KR だ、ね、でフォーストならね CBR 系、VFR、FZR、GPZ400R、キュアジスペ系 R400、とにかく、オートバイがフルカウ化された、とにかく速さを求めるようなサーキットを走っているようなオートバイがもう巷を賑わせておりました。そういう世代のね、いわゆるフォーストロークだな、4気筒エンジンね、もうその頃の音ね、もうそれを彷彿させるような、まあ、細かくはね、細かくっていうかね、本当のところは違いますけれども、もう一発とか二発のエンジン音じゃなくて、もう本当にフォーストの、まあ、85年あたりから、レプリカオートバイを乗り継いできた私としては、もう当時の4気筒エンジンのサウンドを感じるような、そんな感じですね。もう叫んじゃいましたね。あーって気持ちいい、これをこの音、気持ちいい。巷でよく言われてるね、2気筒と4気筒の合いの子、まあ、もうその通りですね、音的にもこのエンジンの出方というかね、あばらが痛え、立ちこけしないように、ダッセーけど、まあ安全運転で、この音となんて言ったらいいかな、力の出方というかね、音的には4気筒に近い、回したくなるようなね、少し、なんていうかな、重たくない軽めのね、ヒューンっていう音に近い、そちら系の音で回したくなる、アクセルを回したくなるようなね感じ。エンジンはどちらかというと4気筒ほど、もう記憶がね、もうかなり曖昧なところはあるんですけれども、今までね、乗ってきた XSR700 の2気筒に比べると、あ、これ橋か。ああ、はいはい、ここか。ここは入れるのかな？一通じゃないよね、確か。ここはね、おう、海のキラキラが見えた。4気筒ほど力が弱くなく、2気筒ほど力も、は強くなく。でもね、正直なところね、本当に音は昔を思い出す、4気筒エンジンを思い出すサウンド、とてもね気持ちがいい、快適な、心地よい、若かりしい頃を思い出す音ですね。カラーリングデザインといい、音といい、ドハマりですね。エンジンの特性からすると、第一印象としては力ねーって感じでした。 あくまでもスタートのね、ハンクラでつないでスタートしていくところの感じがですね、もう力ねーっていう感じでした、本当に。はい。
ここ竹島ですね。あの力はないっていうのはね、やっぱりそれだけ今まで乗ってきた XSR700 の2気筒のねエンジンの乗りやすさというか扱いやすさ、やっぱり楽でしたね本当に。ちょっと望遠じゃダメなんでレンズ変えよう。レンズ変えるのはいいけど、ほっこり入って嫌なんだよね。これが一番引いた状態。これぐらいがバランス的にかな。で、下げすぎか。ここの辺りかな。いい絵じゃないね。ここは逆光だからね。エロすぎる。てると暑いわ。初めてだといろいろやることがあって、ネックウォーマーいらんな。12時、ちょうど12時ですね。竹島水族館。どこまで来ました。エンジンの特性的には2気筒ほどの今まで乗ってきた XSR700 ほどの力はなく弱い。で、私の記憶の中にある今まで乗ってきた4ストロークエンジン400 FZR400 7半1000、それとまああまり変わらんかな。感覚的にはね、もう過去の記憶がもうほとんど曖昧なんで、まあとにかく音はとてもいい感じ。85年代世代の私にしてにとっては音は当時の4気筒、そして、シルチとまではいきませんけれども滑らか、若干振動は、4気筒よりもきっとあるかな。今までの携帯 XSR700 よりも全然もう滑らか。その分と言っていいと思いますけども、力ね、あくまでもねスタート時点の力が弱い。これはアクセルを優しくかけてますからね、当然ね。で、大事なんで新車って鳴らしの最中、鳴らし始めたばっかっていうのもありますけれども、2気筒ほど低速トルクはありませんので力は弱いと。どうかな、私は街乗り普段使いというかね、そういう用途なら700のが圧倒的にいいと思います。ただ大昔のねレーサーレプリカ時代の4気筒エンジンを乗り継いだ私からすると、その頃ね散々乗ったので、それとまあ同じっちゃ同じじゃんと、まあ特に、そんなもんじゃんっていう感じですね。最初の感じは、第一印象はそんなところですね。ただアクセル回せばね、やっぱり評判通り、まあこれも700に乗って回した時は思ったんですけども、やっぱり大型車両なんで力はあります。だからその油断したりね、しない方が私はいいと思います。で、まあ、
電子制御もりもりのオートバイなんで、どれだけね、制御してくれてるのかもう想像できませんけど、ラフなアクセルワークしなければね、どなたでも。ブルーブリッジ行こう。ショップでね、まだ買う以前の話なんですけど、またがって、あ、これ首を左右にこう振らなきゃ見えねえようなことじゃ、この首振る間のわずかな瞬間のね、リスクがどうしてもあるだろうから、これダメだよって思ってたんですけども、これがね、確かにね、メガネが、私メガネかけてるんで、上手にメガネの調整をしながらやれば意外といいんじゃない？いいっていうかね、その、見えるんじゃないかなって、いう気がします。そんなに、このまましばらくね、バーエンドミラーのままで行こうかな。ただ、ガレージにしまうとき多分きっとね、通らないんで、隙間はね。今までの XS700 がギリギリ、ミラー幅の間でギリギリ出せたのが、もう明らかにこれ1メーターあるんで、ミラーがね、とてもじゃないけど、そんなね、豪邸に住んでませんから、首をこう振って、確認するっていう仕草、動作はどうしてもね、なってしまうんですけれども、このミラー自体の視認性は結構ありますね。今ね、要は体の映り込みがね、ミラーにほとんどないので、ミラーの枠いっぱいいっぱい後方確認を映ってくれるので、視界的にはかなり広く視界確認できますから、あれ、これね、片方のミラーをね、見るだけで、もう片方のミラーを首振ってこう確認する必要がないぐらい、結構これ、使えますね。これはちょっと誤解してたところがありますね。ただ、まあこれはね、やっぱり繰り返しになりますけども、目線を動かす移動距離が、従来のここにあるミラーよりも広がるっていうのはね、それは現実としてあります。ただね、皆さんね、前の車見てもわかりますけども、今の時代、ドアミラーじゃないですか。その昔はね、車のバンパーの先に、バンパーとか、ボンネットのね、先っちょにね、ついてましたよね、ミラーが。フェンダーミラーってやつは。あれと要は一緒なんですよ。慣れ。これで、ちょっとね、今ね、いいことに気がついたっていうか、いいことっていうか気がついたことがありまして、700よりも900の方が低速のね、トルクが弱いので、ハンクラッチを当てないでも、交差点の今左折、スムーズにアクセルワークだけでね、できました。私のような下手な人間でね。これが XS700 だと、少しね、気を使ってあげないと、油断してアクセルワークを少しラフにするとね、グングングンってなっちゃうんで、私はどっちかっていうと700の時は、ハンクラを使った右左折をするように心がけてましたね。そっちからスムーズに回れるし、コントロールしやすかったので。さあ、ブルーブリッジです。風が強いのとね、時間帯が今交通量多い時間だな、12時だと。片原漁港を走。ブルーブリッジです。はい、ちょっとここに止まります。非常駐車帯ね。ここはあまりね、長く止まってると。よかった。ね、もう本当、前止めたくないんで、止めてはいけないんで、ささっと取って、ノーマルレンズか。本当はダメなんですよって。てか、ダメかどうかは知らないな。これぐらいにしとくかな。
ね、そうそう、カメラね、こんな感じで今日つけてます。こっちの方がいいかな。こんな感じでつけてます。なんかね、めっちゃいいっすよ、このタンク。よし、とりあえずこんな場所から離れよう。